はい、個別のメールありがとうございます。そうですね、今回 XRP を何の前触れもなく売却しましたよね。でも売却するときって大体こんなもんなんですよ。特にある程度保有してる私みたいなのが売却するときって予告をしたらねダメなんだと思います。これは誰かに言われたわけではないんですけども、私が何月何日に売却しますよって言ったら、その前に売る人がやっぱりね出ちゃうんですよね。そうなると私の売却計画狂いますから、やっぱこう忘れてたって頃に不意打ち的に売って売り抜けていかないといけないのかなと思ってます。でこれもね、あの速稼塾のカリキュラムの一部ですよ。やっぱ嬉しげに売ることを予告して売るもんではないと思いますんで、ぜひねこの動画を見られた場合には参考にしていければなと思います。ただね、やっぱここも書いてますけども、もうちょっとね XRP 一緒にホルダーとして夢を追いかけたかった。これは気持ち分かります。私もね同じなんですよ。ずっと XRP に意識を向けていた自分自身はもういないんだなと思って、ちょっとね、なんか卒業したような感じですよね。でも私はこれからね、イーサリアムと ADA、こちらにさらなる意識を向けていく。特にイーサリアムです。一時期の XRP にかける思いっていうのは今、イーサリアムに移ってます。イーサリアムは、ディファインによってかなりね、需要が高まっていて、7月には、送金手数料、ガスもね、値下げされるという見込みなんで、これイーサリアムね、その頃には60万、70万とかなるんじゃないかなというふうに考えてますね。100万とかは今年になるでしょうね。ということでイーサリアムがまだ大量取得つっては、まあ大量取得って言ってもね、リップルほどではないんですけども、 XRP ほどではないんですけども、イーサリアムもそこそこ持ってますので、これからイーサリアムにいろいろ注目していきたいかなと思います。そしてビットポイントのトロンですよね。こちらの方は3000円のまんまです。私はというか3000円まだ入ってないんですよね。どうしよう、なんか自己資金で買いましょうかね。まあXRP につきましては一時期ね、本当に2円とか 2.5 円とかでずっとやってましたんで、もう諦めてたところもあります。そっから売らずに耐えてここまでね180円弱で決済できて本当に良かったなと思いますね。2円の時と比べたらすごいでしょ、何倍やみたいな感じじゃないですか。あ、20円か、20円でしたね、すみません。リップルは20円でした。42円で買って半値になっちゃったわけですよね。まあでも本当良かった。20円ぐらいのものが180円、9倍とかになったわけですから、もう十分ですよ。私の平均取得単価から見ても4倍から5倍になってますんで、これ以上望むのはちょっといささかね私のお財布に合わないかなと思いますので、ここで離脱させていただきます。それでは引き続きよろしくお願いします。リピさんのステーキングも良かったですね。本当にこれからも一緒に暗号通貨の夢追っかけていきましょう。情報解除の方はね、私のその速稼塾のポータルサイトの中でどんどんしていきますので、これからもご覧ください。ありがとうございました。